クリストフ・ウェバーは、フランス共和国出身の実業家、薬学、薬物動態学博士。グラクソスミスクラインバイオロジカルズ社 CEO 等を経て、武田薬品工業、代表取締役社長 CEO、日本製薬工業協会副会長。フランス共和国ストラスブールで医師の両親のもと、生まれる。一族には、医師や大学教授が多く。 姉も心臓病専門医となった。15歳の時一緒に登山をしていた父を、だれ事故で亡くす。その後弟も、交通事故で死去。1992年リヨン第一大学薬学、薬物動体学博士課程修了、博士号取得。1993年スミスクラインビーチャム入社。2003年、グラクソスミスクラインフランス会長兼 CEO。 2008年グラクソスミスクラインアジア太平洋地域担当上級副社長兼ディレクター2012年グラクソスミスクラインワクチン社長兼ゼネラルマネージャーグラクソスミスクラインバイオロジカルズ CEO グラクソスミスクラインコーポレートエグゼクティブチームメンバー直 CEO 含みで2014年に初の外国人社長として武田薬品工業 代表取締役社長 c e o に就任。2015年から武田薬品工業代表取締役社長 CEO を務め7兆円規模のシャイヤー買収を行うなどした。また、年10億円を超える役員報酬を受け話題となった日本製薬工業協会副会長なども歴任。ありがとうございます。